サイマリエ、サイマリエさんはセントフォース所属のお天気キャスターでしたが、2009年から事務所を移籍して女優としての活動をされています。そんな甲斐さんは2023年現在、結婚されているのでしょうか。また、現在の活動について調べてみました。甲斐マリエのプロフィール、本名、甲斐マリエ、生年月日。1980年、昭和55年、6月13日。身長、161センチメートル。出身地、熊本県阿蘇郡一宮町。最終学歴、舞台芸術学院卒業。独自、甲斐マリエ、結婚して旦那がいるため独身ではない。今は事務所に所属せずフリー。病気療養中で活動休止はデマ。甲斐マリエ、結婚して旦那がいるため独身ではない。甲斐マリエさんは、2020年12月31日に自身のインスタグラムにウェディングドレス姿の写真を投稿し、2020年2月22日に結婚していたことを報告しました。コメント欄にはファンの皆さんからの、ご結婚おめでとうございます、といった祝福のコメントで溢れています。お相手については一切触れておらず、ご職業や名前、年齢や顔写真などは一切公表されていません。一般人、とも書いていないので、もしかしたら業界関係者という可能性も少なくはないのではないでしょうか。ですが、2023年6月13日のご自身の43歳の誕生日にはインスタグラムに、別にケーキなくてもいいよと言っていたけど買ってきてくれたので、というコメントとともに、タルトケーキと43のろうそくの写真を投稿しました。誰が買ってきたとは書いていませんが、きっと旦那様ではないでしょうか。優しい旦那様ですね。結婚した時の甲斐さんの年齢は40歳と遅めではありますが、実は30歳の時に発売した写真集、ターンの発売イベントで、結婚は、小学生が大学受験のことを考えるぐらい先のイメージ、とコメントしていました。それから10年経ってご結婚されたことを思うと、当時のコメントはあながち冗談ではなかったようです。2008年に発売した写真集、ザ・テレビジョン・プラス・プラス・甲斐マリエの発売イベントの際には好みの男性について話したこともありました。インタビュアーから熊本出身の甲斐さんに、結婚するなら九州男児、という質問が飛ぶと、結婚しても仕事は辞めたくないので、九州男児のような都内の人がいいです、と答えていました。実際にはどこにお住まいのどこ出身の男性と結婚したのか、非常に気になりますね。ですが、結婚後も女優の仕事は続けておられるので、都内もしくは関東近郊にお住まいの方と結婚されたのかもしれません。また、以前に、どちらかといえば年下の方が好み、とも答えておられました。実際に結婚した男性の年齢も気になりますね。それにしても2020年2月に結婚したのに、発表は同年の12月と10ヶ月以上も経って報告されたのは何か意味があったのでしょうか。妊娠されたのを機にその報告も兼ねた発表、というわけでもなさそうで、その後に甲斐さんが出産をされたといった話や、産休を取っているという気配はありませんでした。結婚された2020年2月にはレギュラー出演していたスーパー戦隊作品、機械戦隊ゼンカイジャーが放送中。甲斐さんのブログや YouTube チャンネルを見てみると、ゼンカイジャーの告知や、2010年に出演していた仮面ライダーオーズオーズの10周年に関する告知をしているだけです。結婚をしたという雰囲気は全く感じられませんでした。
もしかしたら1年間出演した、機械戦隊ゼンカイジャーの放送が大詰めのため、話題をさらってしまわないように気を使われたのかもしれませんね。今は事務所に所属せずフリー。2023年現在、サイ・マリエさんはフリーランスで活動しています。2005年からセントフォースに所属してお天気キャスターを務めておられましたが、それ以前から女優志望で、舞台芸術学院を卒業されてからは舞台女優として活動していました。2009年にセントフォースからスタッフランに移籍すると、女優としての活動を本格化。2011年には大手芸能事務所のオスカープロモーションに移籍し、それまで以上に活発に女優として活躍されました。2017年4月からはフリーランスとなり、引き続き女優活動をされています。タイさんはあまりプライベートなことを公表されていないので、2023年現在はどこにお住まいかはわかりませんが、仕事はセーブされているようです。2020年にご結婚されたので、家事などの主婦業を中心に、やりたい仕事のオファーがあった時にだけ女優業をされているのかもしれません。病気療養中で活動休止はデマ。サイ・マリエさんは、2020年代に入り大きく話題になる活動をされていないためか、病気療養中で女優としては活動休止していると一部で噂になっていたようです。しかし、女優業を休業しているわけではありません。2020年以降も、テレビドラマ、ブラタタが医者としての使命に燃えて、東映特撮の、機械戦隊ゼンカイジャーや仮面ライダーシリーズなどへ出演されています。2023年現在の最新作は2023年5月に劇場公開され、その後9月に発売されたオリジナルビデオ作品、アバタロー戦隊ドンブラザーズ VS ゼンカイジャー。テレビシリーズと同じ五色が三つ子役で出演されています。また話題のドラマや映画などでカイさんの素晴らしい演技がたくさん見れるといいですね。